10月27日に投開票された衆院総選挙で与党過半数を割る大敗を喫した自民党。非公認や重複立候補禁止といったペナルティが課された裏金議員たちの多くが落選したが、萩生田光一氏61や松野博和氏62といったかろうじて当選した非公認議員も。そして、 自民党は10月30日に非公認とした6名の開りの方針を決めたしかし裏金問題で国民の信頼を裏切った議員らの早すぎる開りには批判が吹き荒れるているそんな中自民党の元衆議院議員金子恵美氏46が11月3日放送のサンデージャポン TBS 系に出演当選した裏金議員をめぐる持論を展開したのだが これが物議を醸している。買い入りの動きが番組で取り上げられると金子氏はこう語った本来選挙という民主主義のプロセスを踏んでいたら国民の皆さんから批判はあるかもしれないですけどやっぱり勝ち上がった人って一つ軽ということで住んでることになるんです政治とお金の問題は解決してないんですけど続けて しした人人がいいるわけけだだだかかららこの方法はまだ厳しい審判を下されて途中な人分けだから国民の皆さんには感情からするとついてはいけないことだけど政治判断としてはここは腹をくくってやらなきゃいけないのにこんな中途半端な処分をしたっていうことに石破体制のこれまた悪いところだなと思いますねと話していた金子氏としては石破茂首相の判断を 中途半端だだと批判する意図がが、あったた、ようだが買い入りさせた確かに選挙に勝ったとはいえ疑惑を持たれた議員たちに対して「みそぎ」が済んだことになるとしたことに X 上では疑問の声が続出している「みそぎ」が済んだとか言う前に説明責任を果たしていなかった時にコメントをするべきだ金子恵美のようなコメンテーターはいらない選挙で勝ったからといって 責任を負えたことにはならない。アホ、選挙は裁判所じゃねえだろ。金子江氏だけの勝手な解釈ね。多くの国民庶民はそんなこと誰も認めていない。いつから選挙の当落にみそぎなんて効能がついたそれなら、落選した裏金議員は政界から目を引くんだな。本当に薄っぺらい人。一方で、当選したことは民意だとして、 金子氏の持論を支持する声もあった以下は視聴者からのコメントで国会議員はさまざまな特権に守られているから自ら辞めると言わない限り辞めさせることができない唯一国会議員を交代させることができるのが選挙だが国民の過半数近くが投票に行かないのだから組織票に守られた自民党が当選してしまう選挙区も出てきてしまうそれを 潜りが済んだとか信任されたと主張するのは違うだろう悪いことをした議員は本人の意思に関係なく辞めさせないといけないし選挙にも出てはいけないいかなる事情があっても裏金議員に投票するという行為はその候補者を認めてしまったことになってしまう投票した人の中には許してないけど仕方なく入れた人もたくさんいるだろうが それは選挙では許してしまったことと同じ意味になる。問題議員を抱えた選挙区の有権者は本当になんとなくで投票してはいけない。政治家の存在の根拠は国民の代表者であるということ。そしてそれを決めるのが選挙であるから選挙で選ばれたことで国民の信託を得たと解釈されるのはやむを得ない。怒りを向けるのであれば。 自民党で公認しないだけじゃなく対抗馬を出さないと今まで自民に入れていた人たちはそのまま復党するであろうその人に入れるし比例復活を含めて選挙制度そのものが国民の代表者を選ぶ制度になってないんじゃないのかっていうことが問題結局はどうせ変わらないなら自民でいいやって人たちの責任が大きいと思う